配しといてもらう。鶏ガラも入ってるんですよ、はい、ちょっと珍しいといえば珍しいんですかね。珍しいです。鶏と豚のハーフ&ハーフ、はい、でも別に醤油ラーメンとかそっち系ってわけでもないですね。ないですね、はい、何ラーメンに、ちょっと豚骨ですけどね。豚骨にはなるんですね、はい、これはチャーシュー。チャーシューですね。この今こっちに入ってるこれは背脂とニンニク、あ、豚の背脂、はい、めっちゃ美味しそうですね。一応国産の豚バラで、うん、全部手切りなんですか。手切りです。大変大変なんですよ。これ全部ですよね。全部です。もともとここお店自体はどれぐらいされてるんですか。僕はこの間で20年になりました。あ、そうなんですね。はい、でその前から先代がいて、先代が違う場所で10年ぐらい、でこっちに来て、はいはい、だっけ全部で16年か、10年と6年ぐらいあされて、はい、で引き継がれて、はいはい、プラス20年、はい、でも40年弱、36年、はい、長いですね。長いです。叔父がやってて。あ、そうなんですね、はい、看護師してたんですよ。あ、そうなんですか、はい、なら叔父が癌になって、はい、なんかもう嫁がすぐ短いっつって、はい、ラーメン屋さんせんって言われて、その時はそのすごいお客さん入ってたんですよ、はいはい、いつも並んでるっつって、はい、なんかスープ炊いてお金持ちになるならいいなって思ってやるっつって来たんですけどうんうん、うん、そんな甘いもんじゃなくて、はい、やっぱり大変でしたか。結構大変でしたね。どういったところが大変でしたか。もう入院し最初にもう来た時にはもう入院してたんですよね。あ、そうですよね。でも抗がん剤とかでもあのベロとかももう味覚も全部なくなってて、はい、でもともと先代は感覚派の方だったんですよ、はい、で僕がここ来た時はもう突然だったんで包丁も一回も使ったことないぐらいの料理、はい、料理普段そんなに料理は、はい、全然やらなくて、でその状態できたんで、これを何 cc とか教えてほしいんですけど。あ、そうですよね。レシピというか一回しとか、はい、なんかそんな感覚で、しかも電話で教えてもらうだけなんで、うんうんうん、その同じようにやっても全然美味しくないんですよね。あ、じゃあ最初は電話で聞きながら、はい、こう自分で作ってみたみたいな。はいはい。でまあ一応先代の奥さん、そのおばがいたんで、はい、だけどそのやっぱ先代はそのおばには何も教えてなかったみたいな。あ、はいはい、結局でもまあこんな感じでしよったよみたいな感じのを聞きながら、うんうん、ずっとやって、もうお客さんも美味しくない美味しくないっつってどんどん離れていって、はい、うんうん、そんな中こう先代がこう外泊っていうかして、ちょっとこう、はい、厨房に立った瞬間にお客さん全員おいしいって言い出すんですよね。それからだけ10年はちょっと苦しかったですね、うんうん、お客さんも離れていって、まあ友達も多かったのと、はい、こっちここ地元なんですよ僕。あ、そうなんですね。で、まあ、地元の方々が助けてくれたりとか、うんうん、まあ運はいいんで、はい、いろんなあのラーメン屋さんとこうつながりを持つことができたんですね。あ、そうなんですね。だけど全く素人なんで、うんうん、結構なラーメン屋さんの厨房に入らせてもらって、はい、教えてもらってとか、でも割とどっちかといえばこうもう今の一発さんのラーメンのオリジナル、今の大将のオリジナルみたいな。いや、ベースはでも変えてないんですよね。あ、そうなんですか、はい、
ベースは変えずに、まあいいなっていうとこをこう取り入れながら、あ、はい、まあ、その取り入れてまた失敗してお客さんから美味しくないって言われてでその繰り返しですね。繰り返しでってなるとか、今にこうなるっていうとか、はい、うん、効率が悪いじゃん。悪い、いやいや一つ一つに思いがこもってる。でもあれですよね、本当と豚だけじゃなくて鶏も入ってるから調整とかもまた難しそうな。そうなんですよ、どっち入れたらいいんだみたいな。どうしてこんな難しいことになってるんだろうなんかもう簡単なやつにしとってくれたらよかった結局これしか、おじさんが、はい、これしかわかんないんでうんうん、うん、これをやるしかない。鶏と背脂とニンニクと背骨、げんこつが入るということで、ね、火をつけます。はい、チャーシューこれ1日分とかですか。そうですね、足りなかったら途中で切るんですけど。あ、はい、これはもう何日か目とかですか。昨日炊いたものです。あ、これ昨日分、はい、じゃあまあ明日、明後日ぐらい。そうですね、明後日、明後日ぐらい、うん、ずっと先代から継ぎ足しての。ああ、そうなんですね。それこそあれやないですか、焼き鳥やないですけど。あ、焼き鳥とかうなぎとか30何年のはいはい、そしたらもう36年のタレですか、はい、1日何キロぐらい使うんですか。バラバラっすね。あ、結構あるんです、差があるんですね。そうですね、全部でいろいろ合わせて30とか、はいはい、鶏も豚も、はい、まあ、とか、はい、いろいろ合わせたら、今後の目標とかはあるんですか。今後の目標、まあ毎日お客さんに喜んでもらえたらいいなと思って、もうそれを繰り返すだけなんですけど、はい、一応自分のその親戚っていうか、あれは今ラーメン屋さんで、あの熊本の味仙ラーメンで働いてるんですよね。あ、そうなんですね。で、そっちが辞めて
こっちのラーメンでやってみたいということで、今度は熊本にオープンする今予定で今計画中なんです。はい、ああ、一発としてオープン。名前は本人が決められるじゃないですか。あ、まあ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 。はい。で今休みのたんびにこっち来て勉強しに来てるんで。あ、そうなんですね。やっぱそっち側のお手伝いと。はいはい。やってそっちがうまくいったらいいなと思って。もう別に。後取りとかはそんなの考えてなくて、まあ自分の代で終わったら終わりかなと思ったんですけど、はい、もしそっちがやるうちになって継承されると、うんうん、今36年でしょ、はいはい、そうなってくると目指せ100年、100年、はい、いいですね。ついでついで、うん、はい、興味を持ってくれる人がいたら嬉しい、ね、そうなんですよね。まあ、身内ばっかりなんですけどね。あ、いやいや、まあ身内とはいえ自分の兄貴の子供もなんか今高校生なんですけど、したいって言ってて、はい、へえ、なんか調理学校に行くのかな。あ、そうなんですね。僕は反対してるんですけどね。あ、そうなん、勉強してあの有給が取れる会社に就職しなさい。まあまあまあ、休みはなかったね休みは取れんよって、まあ、なんかやってみたいって言ってた。背脂をほぐしてる。はい、ちょっと溶け方で結構バランスがあるんで、あんまり大きすぎると営業前までに全部溶けてしまうとその一気に終わってしまうんですけど、はい、あんまり大きいのが残ってると営業終わりまで残ったりする時があるんですよね。ああ、じゃあ営業終わりに綺麗に溶けたら一番、はいはい、それぐらいに合わせるぐらいの感じ。難しい。学生さん100円引きなんですか。はい、学割で。優しい。この辺学校多いんですよ、高校。あ、そうなんですね。はい、中学も。じゃあまあ学校部活終わりとか、帰りとか、はい、言ってもらったら、まあ、うんうん、名前が一発でしょ。はい、だから1月とか2月ぐらいになると、はい、合格祈願を一発合格みたいな祈願をかけてくる人たちもちょっといて。確かに縁起が良さそうな。だから合格ラーメンみたいなの、いつかだなんかこう神社に行ってなんかこう。はい、その合格祈願された丼で、うんうん、こう学生さんが食べたらちょっといいよみたいなのをちょっと企画したいなとか思って1月限定とか1月限定合格ラーメン、器が違うだけだ、はい、なんかこう合格とか書いたこうなるとかなとか必要ですね。そうなんです。毎日6キロを作ってて、6から12キロですね。はいはい。お持ち帰り結構出ますか？ああ、お持ち帰りも。と、あとお客さんが食べちゃうんで。はいはい。やっぱ好きな人好きですもんね。はい。でもまあ何でも合いますよね。合います。普通にそのまま食べても美味しいでしょうし。でも友達の居酒屋さんで、この魚を使ってコラボメニューを出してくれてる居酒屋さんとかもあるんですよ。魚で。パスタ作いいんですか。どうぞどうぞ。いただきます。お箸お借りして。いただきます。あー、うまい。辛うまい。辛い、うまい。あ、辛いですね。うまい。めっちゃ辛いですね。辛い。結構こうパッと見ですけど真っ白な綺麗なスープですね。出来上がったら真っ白なんで
これやっぱり鶏が入ってるかってことですかね。もうあの背脂と豚骨もしっかり乳化したらどうもしよう、玉ねぎも今ちょっと少し落ち着いたんですけど、はい、3倍ぐらい上がったんですよ。ああ、そうなんですか。その時はもうちょっとたまらんすよね。いや、まあそうですね。油とかも上がってるんですか。油も上がったです。ああ、綺麗。なんか黄色っぽくないですね。なんかもうちゃんと綺麗な白ですね。はい、お願い。いらっしゃいませ。はーい。はーい。はい、大盛りお願い。カウンターさん。はい、お待ちどうさま。大盛りですね。はい、どうぞ。ラッシュ。よく来てくれてる人は隠して。ラッシュ入れて。よく来てくれてる常連さんに。あ、チャーシュー。内緒でチャーシュー。買い玉に。優しい。おまけで。はい、これ買い玉カウンターさん。4番、はい、入れて気づいたら嬉しい。おこのお連れさんとか思ったらお連れさんにも入れるんですよ、うん、まあ、なんでみたいな感じになったら多分自分がおる気やないみたいな感じになったら喜んでもらえるかなと。
はい、シェイクもらう。いらっしゃいませ。どうぞ。ありがとうございます。すいません、タップ。ありがとうございます。どうも、ありがとうございます。はい、ラーメンお願い。いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、ラーメンの提供までのスピードもめちゃめちゃ速いです。ご飯になった時は速いです。いや、相当スピーディーです。3人体制でやってます。で、あの運動会の音楽でも流そうかな。もっと速くなる。天国と地獄や。てん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 。結構鍋振り寄ったらいい筋トレですね。筋トレそう思ってしてるんですか。結構ですよ。ですよね。いや力持ちです。普段は全然ダメですけどね。これに関してはな。体の使い方が上手。お仕事なんで。はい、片面です。あ、持っていく。いいよ。はい。はい、ラーメンお願いします。あ、はいはい、自分会計横ラーメンいきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。